盾の突破シリーズ、皆さんお元気ですか。今回のテーマは相手ボールを奪った後、相手がボールを奪おうとしてプレスがきつい時にしっかりボールキープしようです。相手の攻撃で攻め込まれていて、それでもなんとか相手のボールを奪った後です。こっちの攻撃ですが、相手も再び奪い返そうとプレスかけてきますね。だってそこでボールを奪い返したら得点のチャンスですからね。相手ゴール近くでプレスかけることをサッカー戦術用語でゲーゲンプレスって言います。リバプールなんかゲーゲンプレスのチームですよね。スペースは狭く、相手は近い、ボールを奪われたらピンチになる。そんな状況でどうしたらいいか。ボール奪われて失点してしまう場面、見たことあると思います。そんな時にどうすればいいかですが、まず確実にボールキープできるようにすることを一番に考えます。このスペースも時間もない場所からボールを脱出させるのです。それができれば攻撃を立て直して攻めることができます。ただどうしてもボールを取られそうなら大きく蹴ってください。タッチラインの外に出しても構いません。無理にパスをつなごうとしてボールを取られたら最悪ですからね。相手の流れを切る意味でも大きくキックしてクリアすることは OK です。ただ今回の動画はボールをキープして攻撃体勢を作るための戦術です。大きくクリアする場合は蹴ったボールは相手のボールになるので再び守備をしなければならない。でもボールをつないでスペースが開いてる方にボールを運べたら、こちらの攻撃のまま攻めることができるわけです。その違いは大きいですよ。攻め上がるときは守備の選手も一緒に上がってディフェンスラインを上げるようにしましょう。これはオフサイドトラップを狙っているのだけど、詳しいことは別の動画で説明します。今回の動画はここまでにします。少しでも参考になったらいいね、チャンネル登録お願いしますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。